マイナズショーです。ちょっとねゲーセンに着く前にあの説明をしたかったんですけど、もうすでにね発見いたしました。リスナーさんから、前橋本でグリーンバージョンと虹色バージョンをこうダブルプレイでやるみたいな動画を撮って、でそのコメント欄に青梅のカインズにレッドバージョンがありますよというコメントをいただきまして、いつか行きたいなと思って、で今回来ました。でこのね変わったエスカレーター、ここ上がって見たらなんとありましたすげえ、ちょっと感動した。レッドバーって俺やめてたね、やってないね、俺が引退してた時だね。それがねこちらスーパードラゴンボールヒーロー、すげえ。まあ太鼓のあの画面ちょっと見たいんで、これをやった後にさってなってる、名前がさ、この後に多分出るよ。おー、すげえ。おー、どんちゃんなんか顔横に広がってない？どんちゃんかんちゃんちょっと太ったみたいな感じになってた。じゃあちょっとやりましょうか。これはちょっと興奮しますね。何年前だろう、僕辞めたから詳しいことわかんない。場所を教えてくれたリスナーさんありがとうございます。で虹色バーじゃないと何曲かわかんないんで、まあ多分100円3曲かな。でこんな感じ。うん、他のゲーセンだとここだけレッドバージョンっていうところがあったんですけど、でここなんだこれ、これ勝手に充電していいのかな、まあ、分かんないんですけど、多分そういう目的じゃないか、普通にこうただつなぐため、太鼓をつなぐためみたいな。正解ショットやってみよう。昔の俺の着せ替えじゃん、分かる人には分かる、多分ほとんど分かんないと思う。でこのね画面が多分暗くなって、しばらくこれが長い、長くなかった。グリーンバージョンは長いんですよ、レッドはそこが違いますね。多分消えた曲はね遊べないんで、花かっぱとか、レッドの曲がね遊べたらいいんですけどね、あんま需要がないよね、消えちゃったら。
スに。19万3000円、今で考えるとめっちゃ点数高い。でもう稼働終わってるんで、この筐体はランキング乗らないと思います。やっぱり乗らない。まあ、こんなもんか。久々にやると今グリーンと一緒で、うん、やっぱ判定枠じゃない、判定が違いますね、うん、精度取りにくい。まさかの2曲。端っこがノルド2000 でこっちが面白い。なんと一番端っこ、卒多め2番。やっぱり昔の曲入ってないですね。胸キュンいきましょうか。結構反発します。連打の取りに乗るのが遅い。やっぱ俺グリーンとかレッドの方が好きだわ。連打こっちの方が俺入る。俺がなんで虹色で最近胸キュンやんないかって言ったら、今の虹色ちょっとねコツをつかめてない、うん、こっち寄りなんですよ。昔より足元の方が入るかな。連打は夏、やっテテレテレってやつね。体力には自信ありしか書いてなかった。それしか褒める点ないのか。持ってられるかちょっと胸キュン納得いかない。これ前のサブカー本赤のカードか使ったらどうなんだろう。これ僕のメインカード前の。おっ、正代を担ってる。マジか。なんか俺のリア友が笑ってましたけどね。正代ってなんだよみたいな。そうだよ、そんな笑えるポイントなかった。だいぶ曲が少なくなってる。でこの間ダンシングヒーローとかも消えたんで、やっぱなくなってますね。この配点夏67万。最後入んね。入っても33でやばいね。で秒速が43入ったんでびっくりした。
最後のせいで950近くいったのに。ということで連携はねすごいいいです、うん、この連打橋で反応するってね、その辺の虹色よりメンティー反発もすごいですよ。有限のランは遊べないのか、でもこの時はカードでなんか電動とかでもらってないと多分遊べない、うん、電動でもらってても今で遊べんのかな、今遊べんのかな、ちょっとわかんない。ということでやってきました。びっくりしたのがメンティー多すぎる、やばい、本当にその辺の虹色よりワンチャンメンティーでロール処理も入る、素晴らしい。今100円2局って結構ね嫌われてますけど、100円で2回しか遊べないのみたいな、でもレッドバージョンでメンテこんな良くて100円2局全然遊ぶよね、うん、200円でもやる、でも100円2局にしてくれてるのは非常に助かります。紹介してくれたリスナーさん本当にありがとうございます。メンテすごい良かった、本当に素晴らしい。久々にやったら何が出るんだろう。終わっちゃった。結果はお願いシンデレラでした。で太鼓の周りはこんな感じですね、うん、トイレが横にあるでね、人がね全然来なそうなんですよね、うん、こんなとこにレッドバー置いてあるってすごいよね。なんかこういう番号系が多い、こういう UFO キャッチャー系が多い、うん、たい焼きいいな、たい焼き、うーん、フランパンマン乗るやつでアイスクリーム売っててね、なんだこれ、飛行機とかこういう車系売ってんだ、珍しいね、うーん、アイスはこんな感じ、ピノとか売ってる、あとはぬいぐるみ系とか、うん、スヌーピー、ミッキーとかこんな感じかな、うん、隔離付きが多いなうん、これも隔離付きだな。でこんな感じで、あの撮影終わりに気づいたんですけど、こちら前入ってた曲ですね、これワンピースの曲かな、うん、このくらいかな、前入ってた曲はレッドバージョンで入ってた曲、うん、あーこれなんだなんだ、あこれ上についてんだ、これも知らんかった、あーついた、どんちゃん色すごいな、これも前入ってた曲かな、うん、もうこういうのがね時代を物語ってますね、うん、入ってなくて残念。